はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、ティンバレス編。この動画のシリーズでは、このティンバレスという楽器について、1からいや0から解説していく、初心者の方に大変優しいレッスン動画となっておりますで。前回、第0回っていうのがありますので、まだご覧になってない方は概要欄から見てみてください。前回は、このティンバレスという楽器の紹介と基礎知識を解説しましたで。今回何をやるかというと、このティンバレスのスティックですね。ティンバレス叩くのに当然スティックがいりますので、このスティックについて、 こんな感じで叩くんですけれどもこのスティックの選び方とこのティンバレスのスティックっていうねちょっと特殊な叩き方をしますのでこのティンバレススティックの持ち方について解説していきますはいこのティンバレスという楽器を叩くのにドラムで使うようなドラムスティックで叩いても別に構わないんですけれどもまあ、元が鍋だったこともあってですね普通サイズのスティックで叩くと結構音が でかいと。結構やかましいぞということで、普通サイズよりもちょっと細めの、こう細長いですね、菜箸のようなスティックで叩くのが一般的です。これがティンバレススティックってやつですね。はい、ティンバレススティックとはこのようなものです。トップからエンドまでがもうひたすらまっすぐ。特に膨らんだり、くびれたりせずですね、まっすぐな形状なんですね。で、ドラムスティックでいうチップがない状態です。まあ、ほにもう長いお箸みたいな。 形なんですけれども、まあ、このティンバレススティックについて、僕なりの選び方というのを解説していきます、はい。通常のドラムスティックですと、このスティックの太さがですね、まあ、平均して大体14ミリ前後がスタンダードかなと思うんですけれども、ティンバレススティックはもう一回り細くなっています。具体的には一番細いもので大体9ミリぐらいから、まあ、太くても13ミリぐらいっていう感じですで。さっきも言った通りですね、このカウベルとか、パイラ。 相当音がでででかいので、まあ、ぶっといのスティックで叩もともと、ね、キューバではコンガとかボンゴと組み合わせてアンサンブルしていたので、まあ、コンガボンゴと、ね、音量を合わせるために細身のスティックが好まれて使われていたっていうのがありますで当然このスティックが細ければ細いほど音量は小さく音は細くなりますしスティックが太ければ太いほど音量は大きく音は太くなるってわけなんですねでいくつかスティックを叩き比べてみますので聞いてみてください まずはこのスティックの太さが9.5ミ、mm、リで叩いてみます。はい、これが9.5ミ、mm、リ。で、次が11ミ、mm、リ。はい、これが11ミ、mm、リ。で、最後が12.5ミ、mm、リ。はい、いかがでしょうか ちょっとこの動画だと、もしかしたら違いがあんまり伝わりづらいかもしれないんですけども、この耳で聞いてる感じはですね、かなり差があります。今回はボンゴとアンサンブルすることを考えれば、太さ10ミリあればまあ十分かなって感じなんですけども、例えばドラムとかベースがいるバンド、がっつり音量が鳴っているロックバンドとかダンスバンドの中でティンバルスを演奏するとなったら、もうちょっとね、太めの12ミリとか13ミリを使うといいかなっていう感じになりますので、 みんなはですね、自分が演奏するバンドやシチュエーションに合わせて、このスティックの太さっていうのを選ぶといいと思います。で僕の目安としてはですね、まあ、生音、マイクを通さない生音中心で、吹奏楽などでティンバレスを叩くという場合では、太さ9ミリから10ミリ、まあ、太くても11ミリっていう感じですねで。ロックバンドとかダンスバンド、サルサのバンド、音量が欲しいときには12ミリや13ミリを使う。 で、それ以上ですね、もっと爆音で鳴らしたいというときには、このティンバレススティックではなくて、通常のドラムスティックを使うといいと思います。はい、続いてスティックの材質についてです。この材質でも音が大きく変わります。ティンバレススティックで手に入りやすいものは大きく2種類ありまして、一つはヒッコリーっていう材質です。で、もう一つはメープルという材質です。音の違いはというとですね、まずヒッコリー叩いてみますね。 こんな感じです僕の印象で言うとヒッコリーは結構固めの音、硬質な音でくっきり、はっきり、バシッっていう感じですね。でもう一つ、メープル叩いてみます。はい、いかがでしょうか。僕の印象としてはメープルの方がもっと柔らかくてマイルドな音、ポップな音っていう感じですね。で、ティンパレス単体で聞いたときはね、メープルの方が 耳障りがいい感じなんですけれども、バンドの中、アンサンプルの中であると、たまにね、埋もれてしまう、音が埋もれちゃうってことがありますので、まあ、そういうときにはね、このヒッコリのスティックを使って、はっきりとこうリズムを叩いたり、ソロでバシバシ叩くのには適しているかなと思います。で初めてやるから、どっち選べばいいかわかんねえよという方のために、ね、目安をお伝えしますと、 いわゆるラテン系の音楽、アフロキューバン系の音楽、音源の中で聞こえるティンバレスの音っていうのはですね、大体がヒッコリーで叩かれていることが多いと思います。というのも、このヒッコリーのね、このスパコンスパコンスパコンってこう、抜けのいい音、いかにもこのティンバレスらしいなっていう音の感じを出したければヒッコリーっていう感じですね。で理想的にはヒッコリー。 と、メープルの2種類をね、持っておいて、2種類こうスティックバッグに入れておいて、演奏するバンドや楽曲に合わせて使い分けるっていうのが理想的ですね。はい、では続いてこのティンバーススティックの持ち方について解説していきます。このティンバース独自の奏法としてですね、スティックを座面にくっつける。こういう奏法をよく使います。例えばカウベルでも、パイラでも。 この断面でもこういう感じでこう密着させる奏法っていうのをよく使うんですね普通にこう打ち放ってしまうとこうカーベルだとねこうバーバーバーってこう広がる音がするんですけどもくっつけることによってクックックックとこうまとまったタイトな音を出すことができますこれを使い分けることによって音色の違い をを出したり音量の代償をコントふいうにたくとこんな感じで勝手にこのスティックが画面から跳ね返ってきちゃうと思うんですけどもこれをピタッと一発で楽に叩くためにどうすればいいかというと人差し指です人差し指を使うと楽にピタッとくっつけることができますなのでこれ叩くタイミングでですねこの人差し指をさっと サッと出すことによって軽ーくプッシュ軽ーく圧をかけることによってピタッとピタッとピタッとくっつけることができるっていうわけなんですねなのでティンバレスを演奏する上でこの人差し指が使えるかこう出し入れできるかっていうのがめちゃくちゃ重要になってきますでもうすでにドラムやクラシックパーカッションをやっていてある程度スティックの経験がありますとある程度スティック使えるよという方はね 今あなたが持っているスティックの持ち方そのままでいいのでそこから人差し指を自由に出し入れできるかどうかっていうのを確認してみてくださいで,できたらこの人差し指を使ってダメにくっつける離すくっつける離すこれができるかどうかっていうのを確認してみてくださいでできるよという方はねもうあなた大丈夫です もうそのやり方、その持ち方で問題ありませんので大丈夫です。で、できないよという方やね、まあ、そもそもスティック持つの初めてなんじゃいと、今まで持ったことないわいという方ね、今が一筋でやってたけど、ティンパレスも叩きたいんじゃいという方はね、これから僕がおすすめのこのスティックの持ち方を紹介しますので、ぜひやってみてください。はい、ではスティックの持ち方やっていきましょう。まずはこのスティックを置きます。はい。だ面でも机の上でも床でも構いませんので、スティックは置いていただいて、 今度持つ手をね、緩めます。軽くこう、ブラブラブラと、揺らしてください。お化けの手にして、ゆら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 と、ぐにゃ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 と、揺らすと。なるべくこうね、力が抜けた状態、リラックスした状態で持っていただきたいので、ブラ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 揺らした状態にして、そしたら今度こう、自分の手を優しく優しくさすってください。柔らかくなあれ、柔らかくなあれと。 念じながらさす,、ね、すっていただくとはいといかがでしょうか結構こうリラックスできたんじゃないかなと思いますはいそうしましたら次はですねこの自分の指人差し指がこのスティックに触れないように人差し指でスティックを触らないようにしてこのスティックを拾ってくださいはい人差し指触れちゃダメですよはいどうぞはい拾えましたでしょうか おそらくだいたいみんなこんな感じになったんじゃないかなと思います。でスティックから人差し指が浮いている状態。また、あ、れちゃダメって言ったんでねこういうふうに浮いている状態だったんですけどもここから人差し指乗せて構いません。軽くこう乗せるスティックに触れるようにかぶせていただいて乗せて大丈夫です。はいはいこれで完成です。はいこれがあなたのスティックの持ち方になります。えこんなんでいいのこれで完成はい完成です。 でこのスティックに対してどの指がどれぐらい触れているかとかこの腕に対してですねスティックがどれぐらいのこう傾きになっているのかっていうのは人によって違いますのでこうスティックが置いてある状態でパッと自然にこう拾った手の形持ち方っていうのがあなたにとって自然なスティックの持ち方になりますのでそれでやってみてくださいでこうスティックを持った時も振った時もですねずっと基本的にこの手は緩い状態です ゆるゆるの状態。なので、誰かがこうスティックをね、引っ張ったらヒュッと、もうすぐ、簡単にすっぽ抜けてしまうぐらいのゆるさで持つといいかなと思います。コツとしては、このスティックに触れてる指と、この手のひらの間に、しっかりとこう、スペースがある。ここに空洞が生まれるようにしておくといいかなと思います。目安としては、もう一本ね、ここにスティックが入る。スティック2本分ぐらいのスペース。 があると、まあ余裕があってスティックが遊べるようになるのでいいかなと思います。はいではスティックがゆるく持てるようになりましたら、今度は振ってみましょう。まずは手のひらを上に向けて、なんかちょうだいっていう手の形を作っていただいて、ここからね、これを左右に揺らします。ゆらゆらゆらと。はい、こんな感じ。軽く揺らしてください。で、楽に揺らせるようになったら、ここにこのままスティックを乗せると。 ちょっとこうスティックが左右に振れます。で、この時、指も手首も使っておりません。主に使っているのは腕ですね。腕を左右に振っている。振っているっていうほどでもないですね。左右にこう揺らしている、揺さぶっている、プルプル振動させているっていう感じで、ゆらゆらとやっていくと、この根元の方が小さい揺れでも、 この末端の方は大きく揺れてくれますのでこのように左右に振ることができます。はい。これがもうずっとですね、もう半永久的に振っていられるぐらい楽に振っていただくといいかなと思います。こう、えいえいえいってこう力いっぱい振る必要ないので、もうずっと続けられるように、ずっと自転車をこぐように泳いでいられるように、楽に楽に続けられるように振ってください。 はい、でこれで慣れたら今度両方両手でこういうふうに振ってみる。はい。でこの横の動きっていうのがこれこのままこのパイラを叩くこの動きになりますのでまこの素振りがね楽にできるようになればもうそれだけでこのパイラのレベルアップになりますので楽器必要ありませんのでひたすらねこの素振りを。 ままずはやっていいいいただくとといいかなと思いますで。この横の素振りがもう楽にずっとできるようになりましたら今度はこれをね縦にする手のひらを横に向けた状態に持ってくると、はい、これが縦の素振りになりますでこの時も手首も指もまだ使っていません使っているのはこう軽くこう腕を揺らしているだけゆらゆらゆら この縦の素振りっていうのもやってみてください。で、ポイントはとにかくこのスティックを握らないこと、ぎゅっと握らない。ここにしっかりとスペースがある状態にして、ゆらゆらゆらと。握ってしまうと、固定されてしまうので、その分、大きく振らないと、スティックが振れないんですね。だけど、緩い状態にしておくと、もう本当に小さな、根元の小さな揺れが、もうそのままこう大きく。 揺れてくれますので楽に大きく叩くことができるんですねはいというわけで今回はティンバレススティックの選び方と持ち方でしたマイスティックをゲットしたら是非今回やったこの横の素振りと縦の素振りを練習してみてくださいでポイントとしてはねとにかく力を入れない <laughs> もう全力で振る必要はありませんのでもうゆるーくゆるーくねずーっとこれが続けられるように素振りをやってみてくださいでこれが楽にできるようになりましたらその楽器の演奏が相当楽に 叩叩けるようににななりますのので,で楽器の具体的な叩き方についてはまた次回以降解説してい、きますのでお楽しみにはいこんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。